そういうわけで、突然なりました。かなりギリギリだったんですけど、理由は後日説明します。結局まあその場で予約しても買えましたね。出演予約は必要ないんですけど、なんと駅ネットで予約したら広島駅で受け取れないんですね。結構失敗しました。1000円無駄にしましたけど、まあそういったのでいいでしょう。私が見てる2号車なんですけど、やっぱり綺麗な車道ですね。これがしばらく電車に乗られて、だいたい3時間ぐらいかけてこの道に来てですね。車内販売メニューもありますので、後ほどどれか注文します。後ほどワゴンで注文を聞いてくださるという、こちらは当でとなります。後ほど中身を見てみましょうかね。海外館に一回停車しましたけど、別にここで乗り方がいるわけでもなさそうですね。ちょっと止まっただけです。トイレもちょっと見てみましょうかね。トイレは今である標準のトイレ、ちょっと綺麗って感じですかね。うん、いい感じです。車内でしか買えないエトセトラオリジナルグッズをはじめ、瀬戸内のこだわりの品々を用意しております。クラフトビールに厳選したお茶やコーヒー、お菓子など、瀬戸内の魅力をゲット感じていただける商品をぜひお買い求めください。お支払い方法は現金、法人支払いし、クレジットカードも豊かマスターがご利用いただけます。ぜひまたお伺いしますので、車窓を楽しみながらお待ちくださいませ。かりんとうとダークエールいただきました。早速飲んでいきましょうね。さあ、景色も海が見えて盛り上がってまいりました。見ながらでした。ですけど、まあ栄えた方の住宅街っていう印象ですかね。バーカウンターでスタンプいただくようですね。スタンプお願いしますか。はい、ここにありました。せっかくなんで押しましょうか。
上に乗せましたね。温かいものが飲みたくなったので煎茶をいただきました。いい香りがしますね。近いですね。もう真ん前で、マジで。で、向こうには幸せも見えます。素晴らしい景色だ。今日は若干天気が曇っていますが、まあまあそれでも見晴らしはいいです。
とセトラ乗ったぜ。先ほどこの2つを購入いたしました。このコースターと見えるかな、コースターとこの天然水ですね。やはり喉が渇いたので喉を潤しましょう。これは家でハイボール等のコースターに使いましょうかね。その時は撮れなかったので電車の写真をしっかり撮っておきましょう。いや映像か。しかしまあなかなかおしゃれで私は好きですね。さあエトセトラいかがだったでしょうか。今回は風景界でしたが楽しんでいただけましたか。次回は尾道を回ります。お楽しみに。